お、当たりきたか？正解ですか？気をつけてね。気をつけます。お、これが村か。そういう BGM をしてる。おや、もう怖っ。こんなところに人が来るなんて珍しいね。ウィスピーウーズじゃん。うわぁ、喋ったでござる。もう驚かんよ、俺は。ここは妖精の森だよ。森だよ。喋るのなんて当たり前じゃないか。そうなのかな。前らの価値観と一緒にするなってことだ。こんにちは。こんにちは。いや、こんにちは。僕はロシモフ。こんなところに何の用なんだい。ロシモフさん、僕たちはこの森に入った女の子を探しているんです。女の子？女の魔女です。それはもしかしてとんがり帽子の子かい？とんがり帽子。それなら妖精の城へ向かったよ。それがチャームポイントなのね。妖精の城？知らないのかい？この先の泉にある妖精王様の城のことだよ。ことだよ。なんでナルシアはそんなところに？いや、そんなことよりナルシアがそこに行ったのなら僕たちもそこへ行かなくちゃ。通してくれ。でも君たち人間だよね。この森は妖精族がいないと抜けられないよ。それにたとえ湖に行ってもやっぱり妖精族がいないと妖精の城は出てこないんだ。あ、そうなの？じゃあ無理じゃん。あ、積んだ。そんな。あ、終わり。ポポロクロスの中田1、うん、ここで終わりです。そうだ、君たちちょっと頼まれてくれないかい？あ、うん、僕の枝に鳥たちが巣を作ってね。そう、もう今にも落ちそうなのが何個かあるんだ。あ、そう。それを安全なところに運べばいいんですね。どこに？そうすれば僕が動いても鳥の巣は大丈夫だからね。お前動くの？森の出口まで運んであげるよ。うわぁ、ありがとう。出口？どうかしたのかい？運ぶってどうすんのよ。あんた木じゃない。ああ、そういうこと。それがどうかしたのかい？ あんたね、一体どうやって運ぶってのよ。バーバー、ここはロシモフ殿の言う通りにしてみるでござるよ。もうまあ、とりあえず木だけ頼んだよ。木というか卵を取ろう。おー、ダンジョンになってそうだな。何？卵がある。巣を助けた。垂直飛び。シュールすぎるだろ。敵出てくんのこれ。ああ、それね、弾ひゅんよ。びっくりするわ。ないこと確認したらこっち行けば、行けばいいんかな。あった。あれー、俺こっからじゃいけないの？なるほどね、近道はしちゃかんと。遠回りをせいと。わかったぜ。あれ、なんでそこで落ちんだよ。いいだろ、卵がなかったらいいだろ。こっちが順路かよ。あっち側行けないと。なんか目印もあるんかな、落ちるよっていう場所が。お、卵は鳥の巣か。卵じゃねえわ。つうか鳥が黙っちゃいねえだろ。こっちか。まだ残ってる。なんでお前感じれるんだそれを。マジ？マジ残ってる？マジ残ってるって。まだ残ってんの？どこにあった？
よっしゃ、5個ぐらい、5個っていうの、5っす。ありがとう。4っすでした。これで僕も動くことができるぞ。どうした、首の運動を始めた急に。動く、いいかい、しっかりと捕まってるんだよ。投げ飛ばすってのはなしよ、パチンコの玉じゃないんだから。よこい、セット。よっこい、セット。動いてるでござる。どうやって動いてんだ。歩いてる。昨日は幹がぐにゃぐにゃ動くんかな。話すだけでもとんでもないのに、なんて非常識な木なの。非常識の木。非常識って言うんか。あ、すごい。めっちゃ綺麗だな、背景とか絵が、絵がとかドットがすげえ綺麗。お、何してんの、念じれば動くって。おお、すげえ綺麗。ドットじゃないみたいだなこれ。わあ、すげえ。すげえ幻想的だ。ドットとは思えんぐらい綺麗だな。うお、こんなことって、すげえ。いよいよあんたの願いが叶う時が来たね。さあ行こうかね、妖精王に会って人間にしてもらうんだ。なんで進まないんだよ。おほ、こういうのって大体さ、邪悪なものはさ入れないみたいな、キーンとか言ってる、そんな感じじゃないんだよね。みんな入れる。ここが妖精王の部屋。私、人間に、ピエトロ。お待ち。あ？ヒヒヒ、ご苦労だったね。お前の役目はここまでだよ。いや、まだ一つだけ役目が残ってたね。何？ヒヒヒ。おばあさん？おばあさん、この面でおばあさん。あー、キモ。うまくいったようだね。まったくおめでたい子だね。本当に人間になれるなんて思ってたのかい？この城に入るためにあんたを利用しただけだってことがまだわからないのかい？ああ、邪魔だよ。うわー、お前とんでもねえな。ナルシア、ナルシア、ナルシアなのね。大きくなって。いや、違いますよ。もっと近くにその顔をよく見せて。無能かよ。どうしたの？もっと近くに。
おい、ナルシア、ナルシア、違う、誰です、あなたは。ナルシアではありませんね。今さらだけどさ、ナルシアじゃないんだな、ナルシアなんだな。ナルシアだよ、姿だけに。なんてこと、姿を変えてだなんて。まさかあの子に。無能すぎる。くたばっちまいな、この妖精族め。さあ、結界は解けた、行動開始だよ。何が始まるんだ一体。あ、いけるじゃん、ラッキー。なんだ、ちゃんと出てきてるじゃない。あれでしょ、妖精の城って。ということは、ガルシア殿はやはりあの中に。お、なんだ、なになに、地震が。魔物の軍勢が少な。一体何事でござるか、モンスターがあんなに。行ってみよう。行くしかなかろう。セーブをしよう。トゥルルルーン。さあ行こうぜ。最高。死のでは花じゃないよ、恵みの雨。みんなゴブリみたいじゃん。どうして突然。うん、この中がダンジョン化してんのこれ。わお、デブ猫が。あ、入んねえか。節約死んでもいいか。はよせー、死ねえ。もうさ、俺これからさ、この何トランプゴッズでさ、ワンパンできたらもう道中全部カットしていくわ。なんで道中全部飛ばします、イベントまで。僕がシコシコやるんで。じゃあ、妖精王のとこまで。ザッ！さあ、着いたんじゃないか？あ？お！蹴りよ！素早い！モンスターの分際で私の蹴りを避けるなんて。お、足女の力が。さあ、じっとしてらっしゃい。ジルバ殿、怖いでござる。確かにこいつが無双してるおかげで。道中困んね。ダメよ、そんな目で見ても。なんかあんた見てるとイライラするの。ガチでしょげてる。どこに行くのかしら。すごいでござる。いいキックだ。死ぬ死ぬ死ぬ。あれはジルバ、ちょっと待って。待った。ピエトロ殿、これ僕がナルシアにあげたペンダントだ。ナルシアにあげたペンダントだ。え、奥の部屋に何かあるのかい。あ、蹴っ飛ばしたから気を失っただけでござるよ。ことごとくジルバは親族を蹴っ飛ばしていくな。よかった、すぐ戻ってくるからね。入れなくね。入れるんかよ。
まずはみんな回復しといて、ここからボス戦だろ。ボス戦。あれは、あれは妖精王死んどるやんけ。この人が妖精王メディア。しっかり、大丈夫ですか。なんで緑なんだ。ナルシア。ナルシア。ナルシア？ナルシアを知っているんですか。どこにいるんです。さっきのやつじゃないの。石板奥の部屋。喋ってはダメだ。今手当てする。ダメだ。手当てしちゃダメだ。一人抜ける。早く奥の部屋に。石板、石板が危ない。早く。死んだ。そんな体で無理をしてはダメでござる。うるせえ坊たちども。僕たちが行きます。いってらっしゃい。あなたは、そうですか。あなたがナルシアの。わかりました。あと頼みます。何がわかったんだ。わかったこと教えてくれ。あ、みんな行こう。トゥトゥトゥン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 。喋れるんかい。 BGM 悲しいよ。ご苦労であったな、ガープ。妖精王の結界が解けたおかげで城内へ入ることができたぞ。え、マイラ戦うの。ああ、マイラ様。美の女神。これで3つ。そして残るはあと1つ。竜の国か。待て待て。何ナルシア。お前は、わらわの呪いがなぜ。まさか。なんか変な葉っぱと涙で回復しました。ユリウス殿に会って全て聞いたでござるぞ。さあ石板を返すでござる。何がおかしい。たかが人間風情がわらわに意見するとはな。これが笑わずにいられよっか。笑わんでいいわ。お、石板。マイラ様、これを。あとは私が。お、ナルシア、何をするんだ。うん、いいだろう。そなたに任せるぞ。はあ、はあ。四天王の一人。ガブ。笑い声は飛ばします。おーっと、そうはさせないよ。この声じゃナルシアじゃない。ナルシア、なぜ、どうしてこんなことを。普通に聞こえてんの。まだわからないのかい。人間族も妖精族もどうしてこうバカなんだ。おめえが。おっ、え、あ、弱そう。キエイ。お前は。あたしの名前はガープ。よーく覚えてきな。どうせ弱えよ。妖精王にあんなひどいことをしたのもお前だな。いちいち言わんでいいんだよ。許さない。許さないぞ。いつも許さない言ってんな、お前。ボスの目の前で口だけか、ピエトロよ。まあいいや、こっから早い。
ベタムーモーゼ。誰に？これ誰か変身するやつやな。うわ、ピエトロはエバくね。オートできるんか？ドラゴンブレー！いや、行くんだオートで。妖精弱いから。これレベル上がるごとにさ、ドラゴン種類違うんだから。さ、ジルバさんは、スルーブレイカーを使います。おいや。オッケー。え、何もせんの？ドラゴンブレス。はっ。はっ、強っ。これ回復に回るしかないね。あ、回復間に合ってない。いや、癒しの前使うか。癒しの前使うか。あえて近寄ってね。スルーブレイカーというシート技で倒す。お、目の前立つな。うわ、強っ。何もしねえな。ドラゴンブレス。これ、お前。そんな技に頼るな。中途半端にピエトロ遅えから、遅えな。で、癒しの前で白騎士よりもっと前に立ちます。癒しの前、通常攻撃してこいよ。ドラゴンブレー、ゲーがないね。まあ一番強いからね、それが。癒しや。これで間に合ってしまうという。ドラゴンブレス。ドラゴンブレス合戦だな、これは。スルーブレイカー、ちょっともっと見せてや。じゃあ、魅惑のステップ。聞いてくれ。わけがないよな。いやいやいや、間髪弱すぎだろ。もうバックアップできるやついっぱいいるからな。回復間に合うんだよ。早い。なぜ？ドラゴンブレス。ライフっぱなしだね、攻撃。リュース。回復間に合ってるか？間に合ってんね。じゃあ、ジルバちゃんスペシャル。ジルバちゃんスペシャル。これもまあまあなんだよな。メタモルモーゼ。まだ違うやつ変身。誰だ？あ、ガープに戻った。ははは。あ、また別、二回行動すんな。誰だ？白騎士。来た。一番弱そうなやつ来た。ドラゴンブレス！いや、自分戦え。しぶてえな。攻撃してきたな、一般攻撃を。まあいいや。ジルバちゃんスペシャル。はは、後ろから。241だった。死んだ。マジカルロード。ピエトロ逃げんな。それ使うんだ、それ。コンピューターが。
どうしような、これ生き返らせるか、生き返らせるか、せっかくやし。はい、生き返った。やっしょ。また後ろからやるんかよ。ロードレイブ。耐える。こら。ちょっとおかしくない？どうしような、回復しようかな。回復しようか。癒しの舞。癒しの舞。回転切り。単体回転切りは弱い。わあ、しかも全部ミス。最後は食らうと。瞬殺。うわ。たまに起こる2回攻撃ずるいよ。あ、弱っ。マジカルロード強すぎなんだけど。急に。急に、あれ、普通の攻撃しかしなくなった。ジルバちゃんスペシャル。ジルバちゃんスペシャル。いや、スルーブレーカー見てよ。なんでこれ通常攻撃しないの？しかしないの？ミスミスミス。うわ、なんで普通の攻撃しかしないの、急にね。あ、 MP か。いや、90ぐらいあるんけ。これどっち、どっち、あ、回転切り、回転切り。弱えよ。お、終わったか、やったか。お、最後ドラゴンブレスか。マジカロードが切れたか。やったか。弱えよ。クラスチェンジ、あんだけ使ったからな、敵が。さあ、戻って妖精王を。リーフの弾が。あと1個か。忘れてたわ、存在を。地震でかいでござる。急ごう。骨がねえな、肉もねえな、弱すぎだよボスが。あるゲームにやりごたえを感じねえな。石板を奪われてしまったようですね。ああ、奪われて、お前のせいで。すいません、仕方のないことです。元はといえ、私があの子の姿に惑わされ。そういうこった。あ、喋ってはダメです。この城はもうすぐ沈みます。私を見て早く。なんで後ろは葬式モードなんだ。下を向くな。ダメです、一緒に逃げましょう。抱えろ白騎士。私なら大丈夫です。この城とはるかに私は死ぬことなどありません。いや、城は崩れとるんじゃ今。早くあの子ナルシアを連れてお逃げなさい。何、いるのか。どうしてあなたがナルシアのことを。もしかしてナルシアは。さっきのやつ。あの子は、いえ、それはいずれ分かる時が来ます。なんだよ、いつ分かるんだよ。早く。早くほっとけ、そんな緑は。寝かせんのもよくない？そこに。いつまで下向いとんねん、お前。ナムさん。あれがピエトロ王子。竜と人の間に生まれた。あなたならばもしかしたら。
何回息絶えるんだこいつは。気を失いすぎだよ。ああ、ナルシア。さっき誰かが蹴っ飛ばしたからな。そんな。じゃ、さっきのモンスターは。やば。ピエトロ殿、急ぐでござる。いいの？行こう。早くあの木のところまで。いやマジで綺麗だなこれ。これ本当にドットなんこれ。綺麗すぎる。ナルシア。ナルシア。あの時はナルシアだなんて分かんなかったんだから。まあしょうがない、それはしょうがない。誰もジルバ殿を責めてないでござるよ。その言葉を責めとる。あ、本当？うん、本当に本当？うん、よかったそんな気にすること？みんなに嫌われちゃったかと思って私。いや今更そんなことあるもんか。みんな仲間じゃないか。カナマだろ。仲間？でも後でちゃんとナルシア殿に謝ることになるよ。そうだ、謝れ。うん、謝罪。あ、生き返った。ピエトロ。ナルシア。ナルシア。気がついたでござるか。ここは妖精の湖の前だよ。もう大丈夫だから。優しい声だ。来て出たの。来たよ。私ピエトロ。私さあおめえら蹴れ。ちょ何すんの、話してよ。ナルシア、二人きりの時間だろ。よかった、とっても心配したんだよ。空気読めるね。ごめんなさい。私どうかしてた。私ピエトロが。ナルシア、何も言わなくていいよ。ごめんね、ナルシア。もう黙ってどこかに行ったりしないでよね。私いいの。もうピエトロがそばにいてくれたらそれでいいの。それだけでいいの。僕はそばにいるよ。終わります。